平野紫仕様が、カマキリの卵、と勘違いした食べ物とは、キング・アンド・ピスのロケでのエピソード。平野紫仕様、キング・アンド・ピスメンバーの一人が、冠番組、キング・リンチェ・プリンスル、の最新エピソードで面白いハプニングを起こしました。このエピソードでは、平野が町田を訪れ、和菓子店で和菓子作りに挑戦する様子が放送されました。 平野は和菓子店、実りよりなごみ、で和菓子作りに挑戦しましたが、店名を読み間違えてしまいました。和菓子作りには楽しみを感じながら、練り切りを作っていましたが、なぜか茶色の練り切りにこだわり、食紅を混ぜてもなかなか茶色にならないため、あんこを混ぜるという大胆な行動に出ました。その結果、茶色になった練り切りの中身は、 サザーのつぼ焼きという不思議な見た目のものでした。この出来事にスタジオは驚きと騒然となりました。その後、平野は旧白洲屋敷武将将とオムライス専門店を訪れました。オムライス店で提供された看板メニューを見た平野はカマキリの卵と勘違いしてしまいました。実際にはふわふわのスフレ状になったオムレツがバターライスの上に乗っているメニューでした。 しかし、平野はナイフとスプーンでオムレツを割り、バターライスが出てきてもなお、うわぁ、なんか出てきた、と失礼な発言を連発してしまいました。最終的にはオムライスだとわかり、わかんない、うまい、とつぶやいていました。この放送を視聴した視聴者からは、オムライス屋さんでの失礼なリアクションに笑った、という声や、平野くんのロケ、面白かった。 というコメントが寄せられました。キング・アンドプスのメンバーである平野紫洋が冠番組、キング・リンチェ・プリンスル。日本テレビ系で面白いエピソードを披露しました。5月14日の放送会では、平野が町田を訪れる冒険に挑みましたが、そこでいくつかのハプニングが起きました。まず最初のハプニングは、平野が和菓子店を訪れた際の出来事です。 平野は和菓子作りに挑戦することになり、楽しみにしていましたが、店の名前を読み間違えてしまいました。店名の、みのりより、なごみ、を、みのりえん、はだからみ、とご読し、笑いを誘いました。それでも、平野は和菓子作りに情熱を燃やし、大好きなので楽しみ、と、ウきウきしていました。 平野が挑戦したのは、ルあんに食紅で色をつけ、中にあんこを入れる練り切りでした。しかし、なぜか平野は、茶色の練り切りにこだわり、食紅を混ぜても思った色にならないため、あんこを混ぜるという奇抜なアイデアを思いつきました。結果的には、茶色の練り切りが完成し、平野は大喜びしましたが、実は完成したのは、サザーのつぼ焼きの練り切りでした。 茶色で作った器の中身にあんこを入れたもので、スタジオはその不思議な見た目に驚きました。その後、平野は旧白らす屋敷武将将とオムライス専門店を訪れました。オムライス店では看板メニューが提供されましたが、平野は何の店か知らされていなかったため、驚きのリアクションを見せました。一目見た瞬間、平野は椅子から立ち上がり、何これ うわぁ、最悪だよ。と失礼すぎる反応をしてしまったのです。実際の看板メニューは、ふわふわのスフレ状になったオムレツがバターライスの上に乗っているもので、平野はスフレ部分を、カマキリの卵、と勘違いしたようです。ナイフとスプーンでオムレツを割り、バターライスが出てきてもなお、うわぁ、なんか出てきた。と失礼な発言を連発しました。 一口食べた後も、わかんない。うまい、とつぶやき、最終的にようやくオムライスであることが明かされました。この放送に対して視聴者からは、オムライス屋さんで失礼すぎて笑った、といったコメントが寄せられました。平野の冒険は笑いの種がたくさんなり、視聴者を楽しませました。